はい、こんにちは。3月1号です。今回ご紹介したいのはこちら、2024年秋冬の新作、マルチに使える軽量で河川綿入りの防寒具です。 EX ライトサーマラップパーカーです。今回の秋冬に新登場のウェアです。どんなウェアなのかご覧いただきたいと思います。そして今回も動画の後半にサーマラップシリーズの3社企画行います。こちらの EX ライトサーマで、ウルトラライトの UL サーマで、通常のサーマラップパーカーの3社比較です。ぜひ最後までご覧ください。それでは行ってみましょう。はい、こちらですね、 EX ライトサーマラップ、マルチに使える行動着、適度な保温力を備え濡れにくいとなってますね。僕個人的にはですね、2024年秋冬の新作の中でもトップに入るぐらいの目玉なんじゃないかなと思います。で、こちらの EX ライトサーマラップパーカーは、ストレッチ性を備えるモンベル独自の中綿素材、ストレッチエクセロフトを使用しています。で、保温性と通気性を絶妙なバランスで両立し、行動中に着続けられる軽量で薄手のインシュレーション、中綿の入った防寒具というんですね。冬山では中間着として、春秋のトレッキングや夏の高山ではアウターとして、一年を通じて活躍します。めちゃめちゃ使い勝手いいですね。結構僕の好きなタイプの感じです。で、ストレッチエクセロフトとはどんなものなのか、一体どんなものなのかちょっと見ていただきたいと思います。このストレッチエクセロフトは、保温性、伸縮性、速乾性、耐久性と4つの特徴があります。で、こんな結構網目のかかったですね、こう枝分かれしたような繊維がですね、たくさん詰まっていると。なので数種類の繊維をブレンドし、優れた保温性と耐久性に加え、ストレッチ性も備えた中綿素材ということですね。で、濡れにも強くて、行動時に汗や雨など、濡れてもロフト、傘高さですね、これ保温性にまつわるものですけども、損なわず保温力をキープするとともに、速乾性にも優れますということですね。本当にその行動着にぴったりな特徴を備えていると。こんな一覧もあったりするんで、特徴がわかりやすく、一目でわかるようになってますね。なんといってもこの通常時、伸縮時、伸長時ですね。伸びるとこんなにギュッとなるっていうことですね。もうゴムゴムのみたいな。ルフィもびっくりなこのストレッチエクセロフトですね。なんとコイルスプリング状の繊維が優れたストレッチ性とロフト回復力を生み出し、自由な運動性を実現しています。以上がですね、ウェアの中身ですね。綿の部分ですね、中綿の部分、ストレッチエクセロフトについてですが、次は表地と裏地、どのようになっているか見ていきたいと思います。こちらですね。やはり、モンベルさんといえばこのバリスティック。バリスティックの素材が使われています。強度を備えた軽量シェル素材となってですね、表地裏地には十分な強度を備えながらも優れた軽量性と薄さを実現する素材を使用しています。表地には二重でにいるバリスティックナイロン、軽量ながらも一般的なナイロンと比べ同重ロールであれば約2倍の着先強度がある耐久性の高い素材を表地に使用しますですね。なので耐久性もしっかり考慮しながら作られているということですね。裏地には12デニール、バリスティックエアライトナイロンが使われています。極細の高強力ナイロン糸を先端技術で織り上げた素材。十分な強度に加え、軽量さと軽さを追求した素材となっています。以上の素材でですね、この EX ライトサーマラップパーカーは作られていると。軽くて保温性の高いものが年中着れるということですね。さらに特徴ですね。これもいろいろあります。マルチに使えるインシュレーションならではの特徴があります。アウターとしても使えますし、中間着としても使えます。春秋のトレッキングや夏の高山ではアウター、冬山では中間着として1年を通じて活躍してくれます。素晴らしいですね。背面、袖、脇はストレッチ性があり、激しい動きにもスムーズに追随します。ストレッチエクセロフトが中綿で使われていることと、バリスティックが柔軟性があるということですね。アウターや中間着がこのようなストレッチ性があるというのは非常に運動、行動しやすいので、めちゃめちゃ助かりますね。しかも暖かいですから、
行動着にぴったりということですね。さらにですね、行動着としてぴったりな機能がまだあります。発汗量が多い芯でも蒸れにくく、部屋内を快適に保ちますですね。で、さらに、表地にキルトステッチがないんで、ステッチからの風の侵入を防ぎ、保温性を確保していますですね。ですね、防寒具やアウター、中間着、まあ、これがですね、保温性を確保してくれてるってことなので、防寒具としての役割もしっかり担ってくれると。で、さらに専用のスタッフバッグが付いてるんで、コンパクトに収納できます。M サイズであれば 10×16cm となって、コンパクトにバックパックに入れられると。まあ、なんで年中通してですね、結構しやすい仕様になってます。さらにさらにですね、お手入れが簡単です。まあ、速乾性に優れていて、耐久性も高いんで、ハードな仕様で汚れや匂いがついてもすぐにご家庭で洗濯ができます。まあ、モンベルソンのダウンクリーナーですね。ダウン専用のクリーナーで洗ってあげればですね、まあ、しっかり年中活躍してくれると。心強いですね。まあ、やっぱりこの意外とお手入れがですね、簡単というのはめちゃめちゃでかいと思います。洗って吊るせばすぐ乾くっていう速乾性に優れた素材。モンベルソンの素材といえばウィクルもそうですけども、やっぱ速乾性、すぐ乾くっていうのはですね、まあ、まあ、使い勝手も、こういうところでもいいということですね。はい、ということでですね、比較いきたいと思います。サーマラップシリーズの3社比較。EX ライトサーマ、UL サーマ、サーマラップパーカー、この3つです。まずですね、価格からいきましょう。価格はですね、EX ライトが 17,050 円。で、UL サーマが 18,700 円。で、サーマが 21,450 円と。まあ、意外と差が開いてます。EX と UL は、まあ、2000円ほどですかね。で、サーマに至っては、まあ、3、4000円開いてますね。意外とでかいですね、この差は。で、素材。ストレッチエクセロフト。これ UL サーマもストレッチエクセロフト使われてます。で、サーマに至っては、エクセロフトとなってます。で、重量ですね。重量もですね、差が出てます。EX ライトサーマ。200g。めちゃめちゃ軽いですね。前回ご紹介させてもらいました、ピークシェル、あれで 170g ですね。レインウェアなのに 170g と、めちゃめちゃ軽いんですけども、これ防寒具、アウター、中間着なのに 200g。しかも暖かい。これは持っていかなきゃって感じですね。UAV サーマも結構軽いです。252g。サーマに至っては322g となってます。結構カラー展開。まあ、お好みのカラーありますでしょうか。VX ライトサーマは4つあります。UL サーマは3つ。サーマも3つと。サイズは全て同じですね。4つあります。どうですかね。この比較だと、EX ライトサーマじゃないですか。どうでしょう。価格一番安い。ストレッチ性ある。重量も一番軽い。カラー、サイズ4つずつ。これ本命じゃないですかね。やっぱこのサーマラップシリーズの中でも。さすが新作という感じですね。で、こんな一覧もあります。一番軽い。一番暖かい。まあそうですよね。まあ重量もあるんで、サーマラップはしっかり暖かいと。で、EX ライトサーマラップはやっぱりまあ EX ライトっていうだけあって一番軽いということですね。で、その中間が UL サーマラップとなってます。まあ見た感じ、UL サーマラップとサーマラップは先ほどのキルトステッチっていうのがあるんですよね。風の侵入があると寒くなるということですね。まあでもしっかり保温性もあると思うので、そんな心配はないかなと思います。中間着やアウターとして幅広く活躍するモデルをラインナップしています。で、このサーマラップシリーズを一挙に見ていただきたいと思います。実は4つあるんですね。まあ4つあるっていうのも、エクセロフトを使った商品という感じですね。一番右のフラットアイアンっていうのが、クライミングの場合に適しているっていうウェアですね。まあ、今回、サーマラップシリーズとしてご紹介させてもらったのは左3つですね。まあ、保温性の段階がありますよということです。これも結構参考にしていただけたらなと思いますね。で、さらにこの EX ライトシリーズ、今回の新作ですね。3つ出ました。で、今回これご紹介させてもらっているのはパーカーですね。あと、ジャケット、ベストっていうのもあります。まあ、ベストに至ってはもう 122g と。めちゃめちゃ軽くなってます。まあ、M サイズの重量ですけどもね。で、ジャケットは 163g と、非常に軽い。EX ライトサーマラップシリーズのラインですね。
3種類あります。まあ、パーカーがいいなとか、フードいらないからジャケットかなとか、やっぱりベストとして使いたいなという場合もですね、まあ、3種類あるんで、お好きなものを選んでいただけたらなと思います。で、この EX2 ライトサーモラップパーカー。軽量性、ストレッチ性に優れ動きやすく、蒸れにくさと適度な保温性を備えているので、共同時にも快適です。春秋のトレッキングや夏の高山ではアウターとして、冬にはアウターや中華衣として、1年を通して活躍してくれます。非常にマルチに使える行動着、おすすめです。まあ、今後もおすすめのウェアギアの動画をどんどん出していきます。ぜひチャンネル登録をしてお待ちいただけたらと思います。そして今回の動画が少しでも良かったなとか役に立ったなと思っていただけたら、高評価よろしくお願いいたします。それでは別の動画でもお会いしましょう。バイバイ。